公共曲第3番補ン調作品69は、シャルル・マリー・ビドールが作曲したオルガンと還元楽のための公共曲。1895年の作品で、それまでの彼の公共曲と異なり、二楽章制、オルガンのソロを含むといった特徴がある。また、循環主題を採用している。アダージョ・アレグロ、アンダンテ・ソステヌート通常の公共曲の第一、楽章と、 感情学章が結合した学章助走から前半は、アダージョの助走とアレグロソナタ形式の主部で構成される。助走五小節目からのホルンの旋律は、この公共曲における主要動機の一つである。助走から主部へ移行する直前に一度アンダンテとなり、木管楽器の成果のような部分があるが、これがこの公共曲の循環主題であり、たびたび用いられる。 主部は補単調の調合が付けられているが、実質ロ単調である。臨時記号や半音進行も多く用いられ、オルガン公共曲から創造されるビドールの楽曲像とはいくらか異なる。主部は時折中断し、前述の聖歌旋律が今度はオルガンによって演奏される。主部は完全に解決されることなく、ロートを含む弦7の和音によって終わり、 オルガンや各感覚器のソロによって、アンダンテ・ソステヌートの後半へと移る。こちらは、小論度形式であり、その主部が、聖火旋律である。いくらか発展した後、静かに変に蝶々で終わる。ビバーチェ・ポコ、エーポコ・モデラート・アレグロ・ラルゴこの学章は、スケルゾ学章とフィナーレの結合した学章である。前半のスケルォは三部形式、六、八拍子の補単調で、 大変忙しい旋律である。中間部はに4拍子で、再現部は初めと異なる展開をするが、この部分も完全に解決せず、第1楽章序章の旋律などを合わせながら、次第に盛り上がっていき、その頂点で、オルガンがこの楽章で、初めて、聖火旋律によって、双厳に登場する。このオルガンとアレグロの還元学の対話が4度、繰り返され、 後半のポコ、エーポコモデラートへ移る。後半は3、4拍子、波長調から始まるが、調整は一定せず、また形式も自由であり、気質の動機に加えて、新しい動機を加えながら、最終的にラルゴの補長長に至り、トランペット、トロンボーン、オルガンが、聖火旋律と助走の動機を高らかに歌い上げ、曲を締める。ありがとうございます。